新州総合運動場野球場は、大韓民国中西北道清州市、西原区社食堂の清州総合運動場内にある野球場。1979年5月の全国体育大会の開催のために建設された球場である。韓国プロ野球が発足して間もない1982年4月4日、当時大田広域市の ハンバス総合運動場野球場を本拠地としていたが、改修工事が間に合わなかったため OB ベアーズのレギュラーシーズン本拠地開幕戦が開催された。1986年から韓国プロ野球ビングレイーグルスの準本拠地球場として使用されている。建設当初は約1万席の座席があったが、2008年外野の背もたれの座席を設置するなどの改修工事を実施して、 座席数は7500席となった。この球場では中世北道学校間の対抗戦が毎年行われている。なお、2012年は本拠地、大田野野球場の改装工事のため、4月中の半ァの主催試合はすべてここで行われた。両翼98メートルに対し中堅は110メートルしかなく、本類だが非常に出やすい球場である。 新州総合運動場野球場のスコアボード2013年7月、観客席を1万500人に拡張し、グラウンドを人工芝に張り替え、ブルペンを地下に移設するなど、改修工事が終了した。ただし、慣れていない人の場合困難が伴うことより、タクシー移動が現実的である。ありがとうございます。